<music> こんにちはルカの福音書14章の15節から24節、神の招きよりも重要なことはありません」というテーマで見ていきたいと思います。私たちは 何か自分で御国の救いを手に入れたかのように思っている時がありますしかし救いは完全に主の招きであります主が招いてくださなければ誰も御国に入ることはできません今日の御言葉を通して主の招きに応えて御国に生きる者の,の歩みというものをもう一度見てまいりましょう ルカの福音書14章15節から24節イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った神の国で食事をする人は何と幸いなことでしょうするとイエスは彼にこう言われたある人が盛大な宴会を催し 大勢の人を招いた宴会の時刻になったのでしもべを使わし招いていた人たちに「さあおいでください。もう用意ができましたから」と言ったところがみな同じように断り始めた最初の人はこう言った「畑を買ったので見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。 別の人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってきてこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってそのしもべに言った。 急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい人たち体の不自由な人たち目の見えない人たち足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。 街道や垣根のところに出て行き「無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい」言っておくがあの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません今日の本部においては「主の日の御国でのその大宴会に誰が招かれるのか」。 そして実際にその宴会に参加する人々はどのようなものであるのかということが示されています。今日の例えで宴会を開いたその主人は客をを二度招くことししましたそれがまあ当時の慣習でもあったんですけれども一度目は宴会の出席者にですねその宴会があるということを 知らせて招待をすることをしましたそして2度目の招待は実際に招いた人たちに宴会の始まりというものをですね、えー、告げることをしたわけです食事の準備がすべて整いましたぜひお越しくださいというふうにもう一度招待をしたわけですしかし今日のところでは問題が起きましたなんと招待した 一人一人の人々が皆ですね理由を挙げて断りを入れてきたんですね。今日の本部の18節から20節を見るときに私たちが分かることがあります。それは優先順位を間違えるときに私たちは三国のですねその招きを断って自ら あ、三国に入ることをですね。拒むことがあるということであります。招いた人々には特徴がありました。一つは畑を買った主人でした。また、極引きの牛を飼うほど多くの畑を持っている。そのような主人ですね。ですから、まあ金持ちとも言えるかもしれません。そして、もう一つの人は約束よりも。 そののの自分の結婚式の都合を優先した人ですイエス様はここで語りたかったそのことはこの世の富と自分を優先した者たちはせっかく招かれていたにもかかわらず御国の宴会に実際に加わることができなかったということです。ある金持ちの人がイエス様に 永遠の命をを得るたためにはどんんな良いいいこととすすればいいんですかと聞きましたイエス様はそれに対して「立法を守る」ことをですね、えー、伝えたわけですけれどもその時に彼は「それらのことは全て行っています」というふうに答えましたそしてイエス様は最後にこのように言われました「マタイの福音書」の19章の21節です。 イエスは彼に言われた完全になりたいのならかえってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を持つことになりますその上で私に従ってきなさい金持ちがそれを聞いて悲しみながら立ち去っていったとあります。なぜなぜら 彼にとってはお金が何よりも一番大事な宝であったからですつまりお金が神になっていました続けてイエス様は言いましたマタイの福音書の19章の23節24節でそこでイエスは弟子たちに言われたまことにあなた方に言います金持ちが天の御国に入るのは難しいことです 金持ちの人は立法を守っているというふうには言いましたしかしその目的を見失っていましたなぜなら立法の目的とは神を愛することであり人を愛することであったからであります人はこの世の富と神を同時に愛することはできません結局富を愛する者は自分から まことの神に背を向けるようになります。しかし神を愛する者は神と共にあって永遠の命を得るようになります。信仰とは何を一番に愛するかということであります。神よりも愛しているものがあるならば、それが結局は偶像となってまことの神を愛することを妨げるようになります。 結局は自分を神から遠ざけ、そして自分を縛るようになります。主だけを愛する者となって、従う者だけが御国の宴会にですね。入ることが加わることができるようになるわけです。そして、今日の21節からもわかることがあります。神様は貧しい者たちを招いておられる。それは？ 言い換えるならば霊的な貧しさを持って神に従っていく者たちが御国に入ることができるということであります富を愛し自分の都合を優先する者たちは招きをですね断りました次に主人は他の人たちを招いています今回招いた人たちは貧しい人たちそして体が不自由な人たちでした これはイエス様が招くようにと13節でですね教えられた人たちでしたそこにはイエス様がこの世に来られた目的が示されていますルカの福音書の5章の31節32節でそこでイエスは彼らに答えられた医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を 招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですイエス様はここでユダヤ人たちになぞらえて話をしています自分は正しく生きているとですね信じていたパリサイ人や律法学者たちは自分の義を主張してイエス様の救いの招きに応じることをしませんでした しかし自分の罪深さ不足さを認めてイエス様のところに行くものはイエス様の招きに応じて御国の宴会に着くことができたのですつまり心の貧しい者が御国の宴会に加えられるということを表していますそして今日の本文の22節から23節を見るときに3つ目に主はすべてのものを 招いておられるということを見ることができます貧しい人たちや障害のある人たちを招きましたけれどもそれでもまだ席が埋まらずに今度は街道やそして垣根のところに出て行って無理にでも人々を連れてきなさいというふうにイエス様は言われました垣根を越えて町の外まで見渡して 無理にでも連れてきなさいここに主の御心が示されています垣根の外にいる人たちとはユダヤの地境を超えた違法人やまた彼らの救いから外されていると思える罪人たちのことを意味していますですからこの例えにはユダヤ人の指導者が神の招きを拒む時に むしろユダヤ人たちから罪人扱いされそして阻害されたそのような異邦人たちが救われるようになるという予言がここに示されています私たち一人一人は先に宴会に招かれた者としてまだ救いに預かっていないそのような垣根の外にいるその人々を主の招きへと導き そして救いへと導く使命があることを今日もう一度覚えたいと思います。ヨハネの目次録の三章の二十節を見たいと思います。 見よ私は戸の外に立ってて叩いている誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする今日も主は私たちを食事のそのような宴会の席へとまた親密な交わりの場所へと招いておられます。 今日一人一人がその招きに応じて主と共に歩むものとなりますようにそして御国の救いをもう一度味わうそのような喜びの日となることを主の皆によって祝福します共にお祈りしましょう愛する天の父なる神様私たちが常に主の招きに応じて御国に生きるものとならせてください 罪人を救いへと招いてくださったイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン